SD 最短は日本の北海道にある太平洋炭鉱及び釧路コールマインで行われていた石炭の採掘方法。シールド自走枠の S、ドラムカッターの D を組み合わせた造語である。前種として機械化最短は摩擦鉄柱とカッペという金属針を使った切り端歩、H 型のパンツァーコンベアが普及した戦後から発展した。戦前は 木柱木量による切り端法、切り端面に接するように施さなければならず、コンベアの移設に難重し、コールカッターはカバンの上に直置きされており、切断作業も容易ではなかった。鉄柱カッペ最短では、肩持ち張りで切り端の天板を支えられるため、コンベアの移設も容易であり、コールカッターを H 型のコンベアの上に乗せて走行させることにより、 切炭作業が容易になる恩恵もあった。木柱木業時代は、カッターでカバンの炭を透かして、葉っぱで崩し、石炭をすくい終えた後に、その都度コンベアを解体し、移設していた。鉄柱カッペ導入により解体せずに移設が可能となり、画期的であった。鉄柱カッペ最短は、コールカッターと葉っぱを組み合わせた最短方法によく適合する一方で、裸天板が、 徐々に生じるホーベル最短やドラムカッター最短には不適であった。裸天板を少しでも減らすために、千鳥型の鉄柱配列を行ったが、千鳥型の鉄柱配列は、切り離の通行や作業に支障を起きたすので、最適ではなかった。太平洋炭鉱における自走枠は、ドイツのフェロマティック社のフェロマティック旋回式自走枠に始まり、 三井三池製作所の IU 枠、UI 枠、o u 枠と導入されたが、支持力や移設能力不足、荷重が不均等にかかる等の問題を解決できず、水圧鉄柱支保に逆戻りした。UI 枠による機械化白装最短は、技術的には達成できたものの、白装に起因する保安上の問題が多発し、労働組合の申し入れにより中止された。 自走枠による最短に転機が訪れたのは、三井三池製作所が技術提携していた、ソ連のオムックと枠の導入によってである。従来の枠とは違い、部材を交互に移設するのではなく、枠が一つの部材で完結しており、移設が一回で終わる上に、鼓動側にシールドという覆いがあるので、鼓動からのずりの場で込みなく保安上も有利であった。しかし、おむクと枠も万全ではなく、 支柱を1本から2本に強化し、天板を支えるカッペの面積を広くする等の改良を行ったが、決定打に書き、MK 枠をベースに4本柱の SMK 枠を開発した。おむくと枠に始まり、実用に十分耐える SMK 枠から、採掘フィールドの深部化に伴う支持力が大なる、シールド自走枠に順次改良強化されていった。 太平洋炭鉱が最後に導入したシールド自走枠はドイツの DBT 社の TH-7 型枠で日本柱の自走枠となった。ドラムカッターは当初はシングルレンジングドラムカッターであったが後にダブルレンジングドラムカッターに切り替えた。メーカーは三井三池製作所及びドイツのアイコフ社のものが使われていた。シールド自走枠同様最後に導入されたものは 外国製でアメリカのジョイ車の 4LS-5 型の1ドラム1モーター型のものとした。ドラムカッターという故障は日本独自のもので英語圏はドラムシアラという。パンツァーコンベアは当初はダブルチェーンコンベアからセンターチェーンコンベアになり、海外製のパンツァーコンベアに切り替える前にはダブルセンターチェーンコンベアを使用していた。 三井三池製作所のシールド自創枠を使用していた際のパンツァートラフはボックス型 DBT 社のシールド自創枠に切り替えた際にシグマ型のトラフになった。なお、パンツァーコンベヤの英語名称はアーマードフェースコンベーヤーである。ドラムカッターはヘリカル型を使用していたので積み込み能力はあるが、カバンの切り残し谷や残端積み込みのためにホーベルが使われていた。 残胆の積み込み及び、カバンの切り残し端処理のために、装備されていたホーベルは、最終的に用いられなくなった。残胆は、トラフの切り破面側の形状を、切り破面に押し付けた際に積み込めるようにして、処理するようにした。ゲートのベルトコンベヤと、切り破パンツァーコンベヤを中継する装置で、当初は、ダブルチェーンコンベヤが使用されていたが、最終的には、センターチェーンコンベヤが使用された。 ステージローダーには大塊を処理するロールサイザーが付属している。また、ステージローダーの上部には切り破機器のスイッチ類や盤打ちに用いるバックホーが搭載されている。太平洋炭鉱の SD 最短は当初こそコンベアやホーベルの駆動部を配置するステーブル座を有していた。後の切り破からコンベアやホーベルの駆動モーターに大容量のものを用い、 片肺で駆動させることにより風向ステーブル座を廃止ゲートステーブル座はゲート行動に駆動モーターを配置し、ゲートパンツアーに石炭を流し込むセパレータという中間かき板装置を開発することにより廃した。ステーブル座を有すると、切り離での人力作業を廃することができず重装備機械化による能率の向上を阻害する。当初は片肺運転であったホーベルト、 パンツァーコンベアも切り破面身長に伴い、両配運転に変更されたが、風向側のコンベア駆動用モーターは、横抱き、ホーベルは D 型配置とした。ホーベルの駆動用モーターも後に、横抱き方式の片配運転に切り替えられた。太平洋炭鉱では SD という独自の名称が使われていたが、他の炭鉱では、シールド自走枠とドラムカッター、シールド自走枠とホーベル、 鉄柱カッペとホーベル、鉄柱カッペとドラムカッターの組み合わせであれ、独自の名称は使われず、お酒部式祭壇の英語名称であるロング、ウォールマイニングの略称であるロングと呼称していていた。最初に導入したシールド自走枠が旧ソ連のものであったこともあり、三井三池製作所ので作られたものは、英語読みではなく、ロシア語読みで自走枠のモデル名を呼称していた。ありがとうございます。